あの、うん、ニンテンドースイッチ買いました。そうだね。びっくりしたわ。買っちゃいましたよ、うん、買っちゃいました。ちょっとそれもあれなわけでしょ。今この左手、はい、この本番中終始くるくる回ってるハンドスピナーの道重さんの影響なんでしょ。そう、うん、道重さんがファミ通の YouTube チャンネルで、はい、そのゲーム実況をなさってて、うん、でそれを見てて、はい、全部で今第2回までやってるんですよ、うん、で第1回の時点でうわスプラトゥーン楽しそうって思ってて、うんうん、私 そこまでは見てるだけで我慢できたんですけど、はい、なんかまずそのこう皆さんが、はい、それってファンの方がと一緒に通信してスプラトゥーンのゲームを道さんと対決するっていう、うんうんうん、オンライン対戦そうですね、うん、企画だったんですけど、うん、第2回で、はい、その皆さんのそのハンドルネーム、うん、あるじゃないですか、うんうん、なんか結構ふざけ出した方々がいて、うんうん、で山木里さんとか山木城みたいな名前のこう方が結構いらっしゃって、まあ、リアルに山木ちゃんのファンの人が、まあ、いやふざけてるとかじゃないと思うよ。いや結構そういうもんだ。ファンでそんなもん、そんなもん好きなアーティストの名前変えるとか。そうなんだ。うん、まあ任天堂このねひらがなとか漢字とか入れるとか、はい、からそれでこうなんか遊び始めて、はい、で道重さんもなんか本物かなみたいになって、うんうん、でなんか私道重さんのマネージャーさんから連絡が来て、うん、ねこれって山木じゃないよねみたいな、うんうん、いや私はただ見てるだけですって、私じゃないんですよって、ね、そう私まだスイッチ持ってないんですみたいな。さすがに自分のまんまの名前アカウントの人もあんまいないからね。でって言ってて、うん、で私じゃないんですって話してたら、もう山木もやりなよ絶対楽しいからってこうなんか周りからの後押しが始まって、うん、そもそも私も第1回でのやってみたいなって思ってた、うん、で周りもそのマネージャーさんもやってみなよってこう、うん、いろんなスタッフさんがなんかもう買えばみたいな言い始めました、うん、で私ちょっとそのとある日にすごい疲れてた日がありました、はい、もう疲れたなと思って。だけど疲れてるけど眠れない日ってあるじゃないですか、はいはい、でそういう日ってもうベッドねこう寝る準備をしながら延々とこう携帯いじってるんですけど、夜中の3時半ですよ、うん、ずっと通販サイト見てて、うん、売ってんなと思って、うん、ってますポチッポチッって、いや全然ああなるほどってならねえ話、もう間飛びすぎて、ああ売ってんな疲れた売ってんなポチならない。ならないあるんだってあるんですよ。だって PS4 もそのノリで買ったんですよ。言ってたよね。そう言ってたよね、うん、コスメもそうです。ああね、コスメも、ね、そう冬のハロコンで連日でなんか疲れてる時に、うん、あの深夜にライン買いして、うん、同じ色違いのリップを6種類ぐらい一気に買って届いて、うんうん、届いた頃にはもう元気になってるから、なんでこんな買ったんだろうなみたいな思うし、PS4 も行きのこの何移動の時間に、うんはい、疲れたな、でも今日今から本番だもんなと思ってポチった、うん、いやもうそれストレスで発散で買っちゃってる人じゃん。そうですよ、うん、でもそういう経緯があるから、まあ、任天堂スイッチもそういうので買って何らおかしくないんですけど、はいはい、まあ、実際買っちゃいまして、うんうん、でもう始めました、うん、でこうブログでも結構いろんなコメントでアドバイスいただいて、こういうの買った方がいいよとか、うん、でライト買わずに、はい、その無印っていうんですかね、うん、普通のやつを、もうそっちがおすすめですね。そうなんですね、うん、でやってみて、はい、今実際テレビでやってるんですけど、うん、スプラトゥーンはやってないですか土屋さんは。俺スイッチ持ってない。あ持ってないのか、うん、難しい。スプラトゥーンもやったことないから難しい、うん、あそうめっちゃ難しい。そうなんか要はあれパッ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 ってさペンキ塗って、そうそれ可愛いですよね。多く陣地塗った方が勝ちなの。ものにそういうゲーム、まあ、ルールもね、ルールもあるし、うん、あとでもとにかくインクの塗り合いですよ、うん、そうだよね。インク多く塗って、うん、自分が塗った色のところだけ移動ができる、うん、みたいな、うん、でいろんなルール縄張り、そういう縄張り争いもあるし、うん、あとはなんだろう、玉入れみたいな、はい、ゲーム方式もあるし、いっぱいアサリを向こうの陣地に入れたもん勝ちみたいな、うん、あるんですけど、まあ難しくって、うん、コテンパにやられるんですよ。あんまそういうシューティングやってきてないか、うん、でも、はい、そこまでゲームに対する苦手意識も今までなかったから、うん、まあ、多分あんまり やってきたものの視野が狭いんだろうけど、うんうん、だからもう言うてできるだろうって思ってたんですね、うん、はいはい、でなんか私気づいたのがあって、はい、例えば、うん、今夏休み期間中だったり、まあ、土日とかに、はい、その昼間にやるじゃないですか、うんうん、勝てるんですよ。お
だけど、待って私強いんじゃないと思って昼間調子に乗るじゃないですか、うん、夜深夜1時ぐらいにやります、うん、コテンパに負けるんですよ、うん、だから要は昼間は子供たちがやってるの、うん、ああそうだね、で子供たちがログインして、うん、だから多分私よりもかなり年下小学生ぐらいの子たちがインして、うん、私はその人と真剣に戦うから、うん、やっぱりこう大人だからっていうのもあって、うんうん、多分勝てるんですね、うんうん、でそこで戦略があるからね、やっぱり、ね、ある程度は考えられるじゃないですか、うんうん、だから多分技術がなくてもある程度勝てちゃうんですけど、うん、夜になると、はい、そういう子たちが寝静まって、はい、ガチ勢の大人たちがインし始めるんですよ、です、ねうんうん、マジで勝てなくて本当に勝てなくてもう泣きそうになっちゃって、うんうん、なんか勝たないとレベルがアップできないんですよ、うん、で A ランク B ランク C ランクとかがあってガチのなんかルールがあるでしょ、ガチ歩行、そうなんですよ、うん、ガチなんとか、そう木曜日ゲーム特集やってて、スターダ GG の谷石レナちゃん、レナ丸が説明してたよ、そうなんですよ、うん、だからでこう同じランク帯の方と対戦するんですね、はい、そうだね、で私は C ランクだからまだ、うん、C ランクの方と対戦するんですよ、うん、でもそこで勝てないとランクが上がれないんですよ、うん、だけどそこで勝てないから、はい、永遠に私は C ランク、はい、でも道重さんは A ランクだから早く行きたいの早くそこまで行きたいのにもういやもうでもやるしかないよ、ゲームもスポーツとかと一緒で、でもあれ、うん、だから結構私もう攻略サイトとかめちゃくちゃ見るタイプの人間だから、はい、超見てるんですよ、うん、もう夜中もじゃあスイッチやめても寝ようって思っても本当に悔しいから、うん、ベッドの中入って攻略サイト永遠と見てるんですよ、うん、で実況とか見てるとそうあこういう戦略もあるのかって思って、はい、強くなれるよっていうのもなんか聞いたから、うん、YouTube で実況動画とかめっちゃ見てるんですよ、うん、ああそうやってやるんだなと、やっぱりそういうの見てるとできそうなんですよね、うん、できんじゃん全然倒せんじゃん人と思って次の日やるじゃないですか、はい、もうコテンパンにやられるぞそりゃ多分相手もみんな見てるんだよその動画を、それそうですよね、うん、なんでって、うん、全然勝てないし、うん、なんかもうすでに憔悴してる、すごいよね、悔しい、悔しいんだよな、でも本当やんなきゃ上手くなんないし、俺あのこの間台風でさ、はい、家のネットが通信障害でさ、あららら、1週間ぐらいマジでこのオンラインゲームできてなくて、本当一昨日ぐらいやっとこう復旧の工事の方も巡り巡って回ってきて、やっと治ったと思って、はい、超久々に、もうでも5日ぐらいよ、はい、空いたって言っても久々にやったけど、はい、全然下手になってんの、いやそんな偉い、そのなんかピアノみたいですね、いやそうやんないと下手になるしやればやるほど上手くなるしみたいな、でもやれば上手くなるレベルになってない気がするんですよ、そういう人はもう本当もう昼間からもやってんだよその人きっとやったら上手くなるのかな、いやもうやるしかないよ、やっぱ反射神経をもう研ぎ澄ましていくしかない、いや本当にこんなんじゃ、じゃあ道重さんとオンライン対戦して4対4なんですよ、だから道重さん A ってすごくない、てかありえん強いん、てかありえんゲームうまいんですよスプラトゥーンもガチガチのゲーマーなんだね、スプラトゥーンも自分が始めるまで、はい、道重さんが強いとかよく分かんなかったんですよ、うん、やっぱ見てればできそうだから、うんうんうん、だけどなんか普通なのかなって思ったらもう超うまいんだなって思ったし、うん、あとテトリス引くほどうまい、なんか聞いたな俺も、あれだって今テトリスさ99人対戦だったんでね、はい、なんかそれでなんか上位何人とか1位になれたこともあるとかで、テトリス私ガラケー時代にしかやったことないんですけど、見て降りてくる間ギリギリまでピコピコして場所考えて配置するんですか、なんか降りてきた瞬間からダーッと下ろすんですよそうだ、もう多分次の候補出るじゃない、はい、多分今下ろしてるやつ次降りてくるのこれですよ、はい、もうそれを見てるんだろう ね、でもそしたらこう移動できないじゃないですか、うん、とか、うん、本当にゲーム好きなんだなと思って、もうずっとやってんじゃない思った、だからもう歴の差を感じ、ここでも感じてしまった何事も歴って大事、やるしかないっすよ、だからひたすらね、うん、ちょっと皆さん私に知恵を貸してください、そうだ、どうしたら強くなるのかわからないでもみんなその人たちもその知恵とか攻略見てきた上での、そうですよね、洗練したプレーのやっぱ反射神経になってくるから、やるしかないのかな、うん、帰ったらやろ、卒論もやんなきゃいけないのか何ですか、道重催眠、催眠ランドール希望公演、出たよ、ここでも出てくんだ、出てきますよ、やっぱり私にとって道重さんが最大のお薬だなと思いまして、はいはい、今催眠ランドールってね前も話したけど、はい、これは、
まあ、主に東京のコットンクラブっていう会場で行われている、はい、うん、ライブでも、はい、マジックショーでも、うん、舞台でもない新感覚のパフォーマンスっていう、うん、はい、はい、あのショーが、道重さゆみさんがもうソロで出るの、それはもう、いや基本的にバックダンサーの方がいつもいらっしゃって、うんうん、あ、そうなんだね、はい、うん、でそこでこう道重さん演じる何々役の女の子の物語が繰り広げられていくっていう、うんうん、あ、毎回ちゃんとそういうストーリーみたいな感じなんだね。ストーリーはもちろんあって、あ、面白そう。そのバックダンサーの方もただただダンスしてるわけじゃなくて、うん、はいはい、じゃあちょっとこうツバメの役だったりとか、うん、猫の役だったりとか、うん、そういう役の中でのダンスとか、うん、まあ、そういう意味ではミュージカルのこう流れに近いですかね、本当、うんうん、それこそエンタメだね、もう、はい、ショーだね、物語があって、うん、それにつながる歌があってっていうやつなんですけど、うん、はい、ストーリー的にも毎回、うん、前どのこう希望公演東京公演いろいろありましたけど、はいはい、うん、どれも違ってすごく面白くはあるんですけど、はい、もうとにかく本当に可愛いんですよ、うん、道重さんが、はい、でも、まあ、もう多分皆さんもね、知ってますよ、それを見に来てる方たちばっかだけだと思うんですけど、うん、はいはいはい、なんか何であれ可愛いんでしょうねいや本当に、はい、まあまあね、そう、まあ、自分でもね言ってますからね、いやもういやシャレにならないんですよ、やっぱまああのいや確かに可愛いですけど、うん、本人もすげえ自分で言うじゃん、はい、そうなってくるとファンもみんなこんな感じなんですね、いやいや、だってそうじゃないですか、そうか、それを聞いてたところで愚問か、うん、だってもう可愛いんだ、こいつ何言ってんのってなってる、うん、本当に、うん、うんじゃねえ、うん、あ、そうか、そりゃそうだよね、そうか、ファンもそうなるよね、うん、そのサイミンランドールは、はい、まあもともとコットンクラブさんの会場だから、ただでさえ、うん、距離が近いんですよ、うんうんうん、それだけで肉眼で見える距離にいるだけで幸せなのに、はい、うん、どの公演も毎回客席降臨タイムがあるんですね、はい、道重さんがこうパーって客席に、もう間近で見れるんだね、出て手振ったりとか、はいはい、まあ、こう飴ちゃん配ったりとかするシーンがあるんですけど、はい、だからもう本当に真正面を通るんですよ、うん、で手振っていただいたりとか、でもさ、あなたほら事務所も一緒だしさね、うん、そのまあハロープロジェクトの道重さん、今ハロープロじゃないにしろさ、はい、元ハロプロと、まあ、同じ事務所にいますよ、会うこともよくあるでしょ、はい、だって、いや、ありますよ、氷も何もないでしょ、いや、あるんだって、違うんですよ、か確かにその事務所でばったり会ってしまいました、はいはい、そしたらもちろんご挨拶もするし、うん、あ、山来ちゃうみたいな感じで、はい、手も振ってくれちゃいますけど、うん、それはそれでまあドキドキするんですけど、はい、それとは全然違うんですよ、ドキドキが、そうか、ね、そう、そのパフォーマンスしてる時のそうキラキラ度がもう桁違いで、はい、でも本当に可愛くて、どんな感じなの普段この仮に会った時、あー山木ちゃんってなるでしょ、事務所とかで会いに行く、私は5分引きますもん、5分、はい、後ずさって一歩どころじゃない、5歩、はい、はい、一定の距離を保ちながら、はい、あのおはようございますって言って、ザリガニあれもね、完全に、ホントカニ歩きですよこうでもだからこういらっしゃるじゃないですか、で私はそこをじゃ通らなきゃいけないってなった時に、はい、でじゃあ挨拶して背中向けて歩いて去っていくんじゃなくて、私はそんなことできるわけないから、石井さんにあくまで体、お腹の方は向けたまま距離だけ移動してカニ歩きですよねなんでだよ、感じ、事務所の先輩でしょうが、だから、まあ、そのぐらいね、もう神だね、そうなんです、まあまあね、好きすぎるとそうなってくるよね、本当に、うん、そんな道重さんに、うん、もう私毎回こう差し入れをね、うん、するのが一番大きな、はい、責任となっておりまして、はいはい、うん、まあ、過去にはいろいろなものをプレゼントしたんですよ、例えば過去は何ですか、セロリをプレゼントしました、思ってたのと違ったそういう感じ、セロリ、いや、セロリが、うん、セロリ、パクチーだよ、そうそう、セロリじゃないわ、パクチー、パクチー、パクチーが、いやいや、あのパクチーでも全然違うよ、思ってたのとパクチーがハマってた時があって、うん、はい、道重さんが、あ、そういうことね、はい、うん、でその時に、はい、じゃあより良いパクチーをプレゼントしたいと思って、うん、私はその時茨城県に乗馬に行ってたんで、はい、茨城県産の茨城県、もうなんか出てくるワードがずっと何言ってる、茨城県に乗馬に行ってた、あ、そうです、あなたは趣味で行ってたんですよ、うん、さっきの蜂の話からずっとなんか、うん、いつもの60トライブと違うな、違う違う違う、テイストが今日、そう、茨城県にいて、はい、で茨城県産のパクチーを買うことで、うん、より新鮮なパクチーを道重さんに頂いていただこうと思ってずっと何の話これプレゼントしたりとか、ね、はい、してたんですけど、はい、今回はまあそこまでもう何々県さんとか考えられてなかったんですけど、はい、うん、まあ、普通にこう道重さんが好きなピカチュウとのコラボレーションしたコスメをプレゼントしたりとか、はいはい、まあ、そういうことしてたんですけど、うん、もう道重さんから
山木ちゃんって誕生日プレゼントくださったんですよ。おもう嬉しくて嬉しくて。そのサユミンランドールの日に、はい、じゃあもう今日山木ちゃん来るから持ってこうっていうことがあったっけ。だから、うん、なんか去年もプレゼントしてくださって、そのサユミンランドールの時に、はい、ありがとうございますって言ったら、まあ同色だと思ったから置いといてよ楽屋にって言って。いやでもね、嬉しいじゃん、もうちゃんと、ね、認識されてるわけだ。誕生日とかずっと楽屋に置いててくださったみたいなんですよ、はいはいはい、で来た時に渡してくださって、うん、でまあその時ありがとうございますっていただくだけいただいて帰るじゃないですか、はいはい、でお家に帰って開封の儀を行うんですよ、うん、正座しながら一つ一つこう紐を解いて、もうセロハンじゃないな、ノリ見てシールも取って、はい、厳重に丁重な扱いをした上で開きました、はい、でそこには見覚えのある香水が入ってたんですよ、うん、これどっかで見たことあると思って、市毛さんのスタイルブック、はい、写真集とはまた違った、はい、メイクの工程とか、うんうんうん、自分の好きなものとか書いてある本があるんですけど、はい、そこの市毛さんが好きな使ってるなんか30の質問答えますみたいな、はい、ところに最近使ってる香水はっていうところに、うん、まあ、特化の〇〇、はい、そういう香り、何々の香りって書いてあったんですよ、うん、これもしかして一緒じゃないと思って、あれあの本で見たあれだ。でもめっちゃ見比べるの、裏のその香水の裏に書いてある、はい、商品名あるじゃないですか、うんうん、それとそのパーソナルブック置いて、うん、めっちゃ見比べて、うん、もう一語一個同じじゃんと思って。私そのパーソナルブック見た時に、はい、その好きな人の香水って気になるじゃないですか。いやまあね、そうだから、うん、あ、道枝さんこれ使ってるんだと思って、うんうん、もちろんいろいろ調べましたよ、はいはい、だけどさすがにここで、うん、いくら私が聖地巡礼が好きだと言って、うんうん、パーソナルブックに書いてあったから香水、うん、同じ香水つけて身にまといましたって気持ち悪いかなと思って、そこ私思いとどまったんですよ、はいはい、よくない、これはさすがにアウトの領域かもしれんと思って、何神と肩並べようとしてんだ私、そうリサのバカバカ、そうそうそう、本当バカバカバカなんですよ、うん、そこを否定しないですよ本当にもうバカたれと思って、なんだこれ買わなかったの、はい、でそこのブランド通る時も、はい、やめようやっぱりと思って毎回我慢したの、一応見るけどね、そう、はい、でちょっとこうテスターとかもしてみるけど、はい、やめよって、やっぱり私のまだそこにはもうこの次元じゃない、それはちょっとやっぱりやっていいことといけないことがあるよと思って、ね、うん、やめてたんですよ、うん、それがまさかの神からの贈り物として来てちょっと待って待って待ってと思うじゃないですか、はい、でもうつけて一回ひとかぎします、テスターの香りだって思って、まあ、確信に変わるわけですよ、でその次の日もサイミンランドルにお邪魔したので、誕生日プレゼントありがとうございました、勘違いじゃなければあれって、えじゃない、次もまた行った、もちろんですよ何言ってんですか、そこはつまずくところじゃないですよ、 LINE とかじゃなく次また行った、はい、行きました、行けるときに行くだけ行く、あそうですか、はい、すみません、そうだよね、はい、もちろん、何言この質問が何聞いてきてるんだ、そう愚問愚問、そうだね、でそれで行って、はい、こう、あ、失礼じゃなければ、はい、香水ってパーソナルブックに書いてあったやつですよね、うん、って聞いたら、はい、あそうそう私が使ってるの、はい、って言ったら、はい、同じ香りにしようって言ってくれて、あ好き好きもう好きが溢れた瞬間もうね、もうあの笑顔と可愛くて、まずでもこの感じでは本人の前で話せないでしょ、うん、あそうですよこんな流暢じゃない、いやてか俺写真見ましたよ、その行った時のさ、ワッカートの、はいはい、モーニングの子たちと一緒に来てて、はい、その時の山木ちゃんの表情が、はい、見たことね、表情してたから、うん、そうです、ここでは絶対に出ない顔なんとも言えねえ表情で、うん、緊張してるんですよ、面白ブックにもない面白い顔してた、うん、そしてあれは確かに面白側ではあるんですけど、 そうだね、うん、そんな幸せな出来事があったサイミンランドールとこの2週間でしたいやもう2週間でしたとかサイミンランドールの話しかしてないから、そうね、うん、本当よかった、なんか本当道重さんって本当に優しいなって思いました、はい、よかった、私って本当幸せ者、テンションで本人はまだ話せないけど、ね、うん、話せないけどここだから話せること、はい、以上山木エンタメトライブです、3日目にね、ちょっとメール読みますわ、はい、兵庫県ヤマピピネームヨウさんからいただきました、ありがとうございます、山木美沙さん、道重さゆみさんと2人っきりで夜の焼肉デートとはどういうことなのでしょうか、いやいや詳しいお話をお聞かせくださいっていう、うん、そういや本当すごい、すごい、ね、もう山木さんが憧れてやまない、実際存在するかすらも疑ってた存在でしょ、神でしょ、父の子的神
え、道重さゆみさんとご飯行っちゃったんですよ。え、すごいすごい、やばいよ、事務所のマネージャー何やって剥がさないと。違う、危ねえ、オタクが。一ね。一、事務所の人間として。後輩としてちゃんとそう、後輩として行ってきました。危なかった。いや、本当にね、私もでもおこがましいと思って。はい。それ何、どっちから誘ってきた？いや、なんか、いろいろありまして、ずっと前から、道江さんの方からご飯行こうね、とは言ってくださったんですよ。だけど、私はやっぱり、もう、そんなおこがましいことできません、と思いながら、まあ、しかも、まあこう、言って、って言っても流れることもあるじゃないですか。まあ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 ね。優しさで言ってくれてるんだろうな。そう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 。うん、社交辞令かなと思いながら言って、あ、できればいつか、みたいな感じだったんですけど、はい、この前のバースデーイベントの VTR をくださって、はい、でその映像で、ご飯行こうねって、こう言ってくださって、うん、ちょっと、まあ、こう何度も言ってくださってるんですよ。はいはい、ご飯行こうねって。うん、だから、あ、これはちょっと信じてもいいのかなって。なるほどね。これは社交辞令。別に1回2回じゃなく、結構会うたんびにそういうの言ってくださってて、だから、その、嫌ではないのかな、はい、私とご飯行くこと、うんうん、受け入れてくださるのかな、と思い、うん、ちょっと、予定が合えば、って言ったら、はい、ちょっと今回、叶ってしまいまして。あら、はい。どうだった？やばかったです。可愛かった。可愛かったんですよ。1対1？やばいですよ、ね。緊張した。いや、もう緊張すぎて電車の中で発声練習しました。やばいと思って。まず最初、おはようございます。はい、とか。そう、うん。で、やっぱりこう、どんどん行くまでに喉が閉まって感じがするんですよ、緊張して。まあね、で、口角も下がって、なんか表情筋が固まってくる感じがするから、やばいやばいと思って、マスクしてるから、まあちょっと聞こえないだろうと思って、こう、なんか口を口角上げて表情筋ほぐしたりとか、ちょっとリップロールとかして、発声練習してみたりとかして、十分喉を開いた状態で挑んだんですね。いや、もうそのせい、おかげもあって、あとやっぱりここで、毎週、ゲストコーナーやってるじゃないですか。そこでこう、喋る、はい、緊張しつつも喋るっていうことを毎週こなしてる成果が出た、はいはい、もうね、この私ロックマルドライブに感謝ですよ。だから緊張してるけど、うん、でもそのちょっとこう質問をしてみる、うん、でそのどういう部分掘り下げたら話広がるとかね、そうそうそう、でその何気ない質問ですごい盛り上がったりとかするんですよ、はい、うんうんうん、でそういうのもあってもう超純粋に楽しめて、うん、どんな会話したんですか？え、もう、あるあるだと、こう、スプラトゥーン、私今ハマってるので、そのスプラトゥーンのお話だったりとか、あとは2年間お休みされてたので、お休みしてるとき何されてたんですかとか、あとはこう、なんかこう、活動休止するって聞いたとき、もうびっくりしたよ、みたいな話とか。なるほど。じゃ復活するときの詳しく聞いたってことは、はい。これは、ファンの人は期待してもいいのかな？あ、そういう問題ではないですね。はい。純粋に、そう、質問として？え？違う違う、やっぱり山木さんね、ね、もう間もなく引退。違う。復帰する方法も、やっぱ気にしてるってことは、復帰を皆さんこう期待していいってことですか？え、土屋さん？はい。アロハ？ちょっと待って。脅し文句だった。どういうことこれ。アロハ？アロハ？うん。なんつってすらなくなって、アロハだけで俺脅されてる俺もいるし。本当にそういう感じでね、うん、すごい楽しく過ごさせていただいて、うん、お肉も美味しくて、はい、道江さんがこうわざわざあの焼肉のお店で調べてくださって、うん、すごい美味しいお店で、なんかもう夢でしたね。帰り道途中まで一緒に帰るんですよ。夢ですよね、夢。マジでやばいじゃん。やばい。震える。曲始まっちゃった。終わらなきゃ。もっとかかりたかったけど。まあ、どっか合間で話していきましょう。容赦容赦で入れて。そうですね、ちょっと入れていきたいと思います。ということで、以上、山切さんの業務日誌でした。でも山木さんとかどう、将来的にはどうなっていくの？カントリーガールズこうやってまあテレビ出たりいろいろやったりして、はい、まだ決めてない？まあ、まあ、とりあえず、汗に向かって、頑張ろうみたいな。まあ、将来的にはそうやってカントリーをやって、なんか女優とかもやりたいとか、そういう気持ちもない？ああ、ちょい、私もともと芸能人に興味があったわけではなくて、ハロープロジェクトが好きで、入ったプロアイですね。はい。なので、あんまりそういうふうに、なんか女優やりたいとか、いろいろそういう、まあ、やらせていただくのは嬉しいんですけど、やっぱりハロープロジェクトのアイドルとして、女優に挑戦とかのイメージしか、やっぱ。でも小さい時からもうハロプロだけって申し訳ない。いっぱいあるじゃない、そういうのってか。はい、そうですね。今アイドル戦国時代ですから。戦国時代だったけど、でもハロプロってこと？アイドルがあまりそもそも興味がなくて。そうなんですね。でもハロプロだけアイドルだと思ってたってこと？たまたまその友達が教えてもらって、あ、こんなアイ
ドルもいるんだっていう。そう、友達すごいね。そうなんですよ。友達がやってないの今。ハロプロとかアイドルやってないの今は普通に応援してくれていて。そうなんだ。感謝なんですけど。うん。その子が、ね、アイドルでハロプロっているんだよ、つって、はい。それを知ったら、はい。はい、私の今までのやっぱアイドルのイメージを覆すっていうか、ちょっと衝撃を受けて、うん、で、その時にちょうど、オーディションを、うん、モーニング娘。さんの12期オーディション。12期、はい、はい、第1回目のオーディションやってて、受けてみようと思ったら、こんな感じになりました。すごいね。興味がなかったところから、コテコテのアイドル曲ばっかりやるグループに。そうなんですよ。本当に人生何があるか分かんないなって感じで。すごいですね。その感動ちゃんみたいに、キュートのアイリちゃんがいるからというわけでもないんだっけ？いや、いますよ、憧れの先輩。あ、誰それ？あれ？すごい熱量ですよ。誰の？私、道重さゆみさんの大ファンで。元モーニング娘。でしょ？ちょっとそれに関するメールも来てるんですよ。いい流れだ。富山県のラジオネーム、マインドさんからのお便りです。ガンバクさん、かなともちゃん、そしてゲストの山木さん、こんばくない？こんばくない。さて、かなともちゃんが同じ事務所の中島拓衣さんのことが大大大好き同様、山木さんにも同じ事務所に大大大好きな人がいますよね。はい。それはご存知、元モーニング娘。の道重さゆみさんです。うん。山木さんの道重さん大好きぶりは、ハロプロファンの間でとても有名で。そうなんだ、ごめん。うん、はい。去年行われた道重さんの復帰舞台に、何度も時間を作って見に行くほどの、その情熱はすごいです。山木さんの道重さん大好きエピソードをいろいろ聞いてみたいです、とのことです。はい、ということは、その友達が一番最初にハロプロのやつってモームスだったってこと？モームスの。そう、モーニング娘。の曲を見てみてっていう。その中に道重さんがいて、はい。で、おう可愛いなとか何とか思って。とか、ファンになっていろいろ調べていくうちに、道重さんってなんて可愛いんだろうって思って、で、道重さんに憧れてオーディションも受けて、ちゃんとオーディションの時も行ったんだ、私は、つって。あ、大好きですっていうのを。それでずっとなって、あったの初めて。お会いして、その時どう思ったもう、だっても。いや、やっぱり、テレビで見るよりも何倍も美しいなっていう。なんか本当にハロープロジェクト、まあ、いろんな芸能人さんにも言えることなんですけど、うん、やっぱ実際に会う方が何倍も、うん、お綺麗なんですよね。テレビであんまり綺麗に映ってないってことだよね。そういうことになっちゃうかな。全然違うのみたいな。あれって。やっぱり、いや、まあ、液晶越しも、でも、美しいのに、さらにってことは出ないじゃん、液晶越し。なかなかテレビ越しとかですよね、私とか。テレビででも 1.7 倍太って見えるの知ってた。膨張するから。そうなんだ。だから身長も低いけど大きく見えたり、太って見えるんだって。だって、液晶が。じゃあ実際にそういうのがあるのかもしれないですね、生の方が。でも生、だからテレビ見るよりは、すげえっていうか、もうオーラはあったやっぱ。オーラとがやっぱり違くて。話、第一声何？第一声、山木。あ、第一声はやっぱとりあえず、今その研修生になったばっかりだったので、ご挨拶と思って、ハロプロ研修生の山木梨沙です。まあそうなりますね。あっちは、あっちは？あ、よろしくねって。ああ、それだけだったんだ。それその後は？ね、まあ、道重さんが最後のハロープロジェクトのコンサートに出ますっていう時、卒業の時？はい、卒業の時とかに、山木ちゃん一緒に撮ろうとか。って言ってくれたの？写真とか、はい、撮ってくれた。あ、もうそれまで喋ってたから、いろいろ私は道重さんが好きですって喋ってたから、はい、耳に入ってたのかな。多分、有名だったのか届いてたのかで、一緒に写真撮ろうとか、あと、その時に当時、その、道重さんのパーソナルブックっていう、さゆっていう、ものが発売されていて、で、それを、買った、で、買ってたんですよ。本当に自分のお金で普通に買った。素晴らしい。自分で買って、自分で買ったやつを持ってて、はい。で、その、お写真撮っていただいた時に、ちょっとおしゃべりさせていただいて、その時初めて。で、すごく可愛かったですって言ったら、あ、じゃあ明日持ってきてって言ってくださって、で、サインを書いてくださったんですよ。やだー、すごいじゃない。神対応ですね。優しい。感動して、やっぱり優しい方だなって。泣いちゃった。ちょっと感動して。いや、もう私ずっと泣いてます。お会いするたびに緊張するし、お会いするたびに泣く、震えるし泣くし。泣くんだ、やっぱり好きな人、はい、一番憧れる人会うと泣くんだね。だからもうその復帰公演、催眠ランドールっていう公演で、はい、数年ぶりに道枝さんにお会いした時は、はい、うん、もうずっと泣いてましたね。それわざわざ見に行ったの？何回見に行ったの？何回も。私も行きましたよ。え、それ道枝何やった？コンサートやった？コンサートとか、劇団？なんか、またいろいろそういうジャンルを超えた何か別のものというか。今やってんの？そういうの。また4月、3月、4月行われますので、宿命公演、はい。ぜひ行くんでしょうね。これ道重さんのその何？パフォーマンスショーみたいな感じで。そうです、そうです、そうです。歌歌ったり？なんか、踊りも踊るし。あと、なんて言うんでしょう、プロジェクションマッピングを駆使して、はい、ちょっと不思議な空間を作り、自分で考えてやってんの？ちゃんと。
そうなんですかね。あの劇団の方とかが一緒になさってて、すごいですよ。すごかったですよ。はい、本当に道重さんってやっぱりオーラがすごい、半端ない。半端ないですね。もうマネキンみたいな、なんかもう本当に、なんだろう、本当欠点がない。本当になんかもう綺麗すぎて、スタイルとかも。あ、もうマイナスどころがないの。なんか本当にそんな感じです。完璧な。完璧です。パーフェクトボディ。はい。パーフェクト。パーフェクト。本当に。お人形さんかと思うんですよね、うん、本当に不思議。前と吉沢ひとみさんの方が言ってたじゃん。だって吉沢ひとみさんはすごい。そうなんです。あの皆さんすごいです。誰の方がとかじゃないですよ。吉沢ひとみさんも家に行った時はすごかったんだけど。すごいですよ。本当にモーニングさんってやっぱすごかったのね。モーニング娘。ってその中でも道重さんが好きで入ったという理由なんだね。素晴らしいですね。なるほど、はい、鈴木愛理ちゃん見たもんでしょ。そうですね。私も鈴木さんに憧れてこの世界に入ってきたので。やっぱそういうことあるんだね。これからだって入ってくる人もさ、山口さんに会えね。そうだよね。っていうのもいるってことでしょ。だと嬉しいですよね。監督に憧れても入ってくる。今のところいないです、ね。はいはい、ちゃんと憧れてました。憧れてましたね。嬉しい。マッシャだ。タバコ系ですかね。憧れてました。いやいやいや、言葉が一瞬でも嬉しいですよ。本当。いやでも分かる。今多分山下さんのねファンとかこれで来るんじゃない。やっぱ小学生とか中学生が、ね、幸せですよね、うん、そうなったらいいですよね。そうね。だって憧れちゃうとやっぱ泣いちゃうんだね。この前だから秋田のやつも、はい、女子高生なんだけどすげえ泣いてんのよ。上本とね、あって、カードもあって、さっきちゃんとあって、みんなうわーってな、泣いてな、うん、あんなに泣く？いや、こっちが泣けてきちゃいますよね。なんかそんな風に思っていただけるということに。来たからちょっと遠い1時間も電車かけて、はいはい、学校終わってすぐ来たわけ、間に合ったわけ。それでグッズも当たったから、すげえファン極まって、泣いちゃって。いやでも気持ちが嬉しいですよね。いやそういうね、でもそういうもんじゃやっぱりさ、はい、あやっぱ泣いてずっともうちょっとこう喋りた、一緒にご飯食べに行きたかったなとかと思ってたんだね。いやいやいや、そんな今はもう無理。むしろだからあの爆内に鈴木愛理さんがゲストでいらっしゃった時あるじゃないですか、はいはい、よく一緒にいらっしゃる。してるなって思ってたんですよ。いやいや思ってますよ。思ってますよ。だからその、はい、強靭な精神力っていうのね、金沢さんの、ね、見習わなきゃいけないなって思うんですよ。やっぱり金メダルもらってもいいぐらいかもしれない。本当に今日ゲスト道重さんですって。もうすごいな。どうなっちゃうの。もうこんなに喋れないです。相槌も打てるかどうかって。可愛いね。でもいやでもね、ちゃんと今カナダで頑張ってんだから、はい、いつか一緒に共演とかもね。そうだよ。あるよ。あるよね。だから、はい、金沢さん見習ってしっかりとちゃんと喋れるように頑張ってください。ありがとうございます。デルタに行って道重さんゲストで。いやいやいや、本当に実現しちゃいそうなんで大丈夫です。まだまだ修行が足りないので私。